それでは続きやっていこうと思います。監視長が怒ってやがった原因、お前のことじゃなくてよかったな。ここでもエッチな本っていうのは何なんだ、そんなにヤバい本なのか。あ、知らなくていいかな。でもどうだろうな、純粋でいてほしい気持ちと、いやなんか男らしさを出してほしいみたいな、女のことを知ってね、そういう気持ちもちょっとあるから複雑やな。まあいい。それで昨日の夜は何をしていたんだ。あのスライムに何か聞けたのか。悪魔神官の前で話すっていうね。ん？ここには監視もいるし話しにくいか。そうだな。それもそうだな。じゃあ俺についてこっちで話そうぜ。うん、はーい。あ、おばあちゃんの目の前。まあ、おばあちゃんないか。よし、ここなら監視ども気にせず話せるぜ。あんたたち、どうしてよりにもよって私の定時の近くで。それで昨日の夜は何があったんだ。ほう、そうか。船長の夜生きてやがったんだな。安心したぜ。脱獄王のメモに牢屋の下の地下道、それに焼却場か。お前ずるいぞ。一人で勝手に面白そうなことしやがって。どうしても行かなきゃダメですか、焼却場なんて死体だらけのところに。もちろんだ。焼却場の掃除は自由時間に優先する。さあ早く行け。自分の人で舐められるまで磨き上げてこい。焼却場って昨日お前が行ったところだわよな。話を聞いてみようぜ。焼却場、はい。ひえ、どうしたの。うん、君たち焼却場に興味があるのかい。だったらちょうどいい。僕の代わりに掃除に。おお、いいじゃん。行こうぜ行こうぜ。はい、行きます。ああ、助かった。あんな死体だらけのとこできれば行きたくない。おぉ、620のまま、6208番。貴様らが焼却場の掃除に行くんだな。いい度胸だ。何？焼却場には鍵がかかっている。今のままじゃ中に入れないだと？だったらしょうがない。掃除はなしだ。なんて言うと思うか。焼却場の前にいる看守に言えば鍵を渡してくれるだろう。ああ！ちょろいわー。やりましたわ。これはもう勝利 BGM 流れてきそうですな。よし、ここを出てまっすぐ。はーい、はーい。鍵ください。あ、こいつじゃなかった、使えない。焼却場、この奥の方行くの初めてだね。まあ、焼却場と繋がるんですけど。鍵ください。何を勝手に行動してる、死にたいのか。ほう、貴様が焼却場の掃除担当になったのか、いい心がけだな。人間どもは死体が嫌いでな、泣き言ばかり言って扱いが面倒だ。貴様ら一生焼却場の掃除担当だな。お、やった！ありがとうございます。よし、鍵ゲット。その鍵で扉を開けて中に入り、そして看板の奥にある天国の炉の中の骨をすべて拾ってくるんだ。おかしな真似をするなよ。ここからしっかり下を見張っている。掃除終えたら報告に来い。はーい、なるほど。ここか。あ、でここと繋がるわけか。お、鍵が開いたな。ここがお前の牢屋から繋がってる場所ってわけだ。前はここが開けられなかったんだよな。だったらここの鍵開けたままにしておこうぜ。これでお前の牢屋がここの扉開けて外に出られるぞ。あ、はい、ごめんなさい。ちょっと待って、そしたらさ、宝箱取れんじゃないの。ちょっと、あ、そっか、ここが船長が倒れてたところで、ここが焼却場か。死体と骨だらけでなかなか面白い場所だ。確か監修のやつは看板の奥の天国の炉の中にある骨を全て拾ってこいって言ってたよな。はーい。あ、行けるようになってる。おぉ。いた、あった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 。いたいた。ない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 、これ。いた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 。え？いた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 。あ、ちょっと待って、この中に。あ、薬草。できた。あと次ここ、よし。これ優しいな、傷薬を置いてあるなんて。薬草か。
と一個。あと一個だよ、シドウくん。オッケー。よし、オッケーでーす。あ、ちょ、待って。あ、燃える燃える、熱い。よし。ち、炉とか言うだけあって体が焦げるかと思ったぜ。それにしても趣味が悪いな。人間を魔物にするなんて、これもハーゴンの趣味なのか。骨なんか持ってても仕方ない。その辺に置いておけよ。ぽい。はーい。あ、ほんとだ、ほんとに捨ててる。骨。うん、お前の牢屋と繋がる外への扉開けられた。だが、牢から出ても島から出られるわけじゃない。これからどうする？穴を掘るんですよね。そっか、このルートを使って外に出て地下道の壁を掘る方法を探すか。ち、お前のハンマーがあれば壁くらい簡単に壊せるのにな。あ、はい。あ、はい。ごめんなさい。シドウくん、ここはおとなしくお仕事しましょうや。遅いぞ、やっと天国の牢掃除が終わったんだな。俺は貴様のことが気に食わん。囚人ってやつはもっと死んだ目で作業に当たるもの。その点貴様らは囚人の自覚が足りんのだ。まあいつか適当に理由をつけて懲罰房にぶち込んでやる。けけけ、貴様らは早く懲罰房にいる大木槌に合わせてやりたいものだ。え、実は味方でしたとかそういうのないかな、大木槌。懲罰房の大木槌か。噂には聞くが、どんなやつなんだろうな。大木槌か。はーい。え、こっち側いけないのかな。え、実は味方でしたとかないかな。実は白爺の知り合いとかさ。あ、なんかここからなんか脱獄しそうな感じがあるな。あ、でも、そっか、下に繋がる道みたいなのないもんね。さあ、どうやってこう脱獄していくんだろう。ちょっと気になるわ。よし。さて、じゃあ畑に戻りましょうか。ふぅ。ねえ、でもさ、監獄に入っちゃうとさ、こう一仕事終わった後の一杯とかもできないわけでしょ。もう、絶対悪いことはするもんじゃないね。生きてる間にね。ん？なんだか囚人どもの様子が変だぜ。あ、結局出てこなかった、もしかして。え、エッチな本を持ってたやつ。おい、貴様、何があった？私の慈悲にもかかわらず、例のあの本を隠していた犯人がとうとう名乗り出なかったのだ。とてもとても残念だが、これでここにいる全員が懲罰房送りということになる。あ、じゃあ大木槌に会えるね。待て。そのエッチな本とやらを持ち込んだのは俺たちだ。え、ほう、貴様らがあのエッチな本を。6208番、貴様まさか囚人どもをかばうつもりか。ははは、いいだろう。では、6208番、貴様ら二人は懲罰も送りだ。自分以外の誰かをかばう最も憎むべき愚かな行為だ。持ち物はすべて没収。貴様には獄長様直々の特別な構成を受けてもらう。落とせ。軽いなぁ、SE。ち、あいつら手荒なことしやがって大丈夫かも。ここは一体。大木槌が味方でありますように。あよー、ないない。え、めっちゃ震えてるんだけど、コントローラーが。あ、あーぐほっほっほっ。あー、こいつ悪いやつだ。もう汚いな、見た目が。こいつが獄長か。死にたくなければ、空いている牢を探せ。牢を探して死ぬ気で駆けずり回ればいい。え、ちょっと待って。あ、鍵が合わない。ちょっと待って、ちょっと待って。開いてるローって何？鍵が合わないというか持ってないし、鍵。ちょっと待って、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 待って。え、これ上に行けないの？こう？無理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 。何？ここも無理だったよね。こう？あ、開いた！よかった。ふぅ。光のない懲罰房でいつもの牢がいかに天国だったかを知るがいい。ち、あいつら俺たちを見せ物にして遊んでやがったな。ん？どうして本を持ち込んだのが自分たちだって嘘をついたのかだって。ここに用があったんだ。まあひとまず出られる時を待とうぜ。うん。やばい、ダメージ受けちゃうからそんな動けないよ、うかつに。
気持ち悪い場所が妙に落ち着く。何かいい夢が見られるかもしれないで、指導の片鱗が。これなんかそのうちさ、覚醒するんじゃないの指導くん。やばいやばい。ん？これなんだろう、どこか壊せないかな。あ、ダメージ受けないんだ、この床。なんだ。ガルルルルルルル。ん、なんだこの声は。ふはは、今の大木槌のうめき声、理性なく全部かわす恐ろしい大木槌だ。大木槌の恐怖に震えながらしばらくそこで反省することだな。仕方ない、やることもないんだ。とにかく寝るとしようぜ。ぐっすり眠ればいい脱獄の作戦が思いつくかもしれない。それに気持ち悪い場所だが妙に落ち着く。その後指導と二人、互いの顔も見えない暗闇で長い時を過ごした。そして二人はいつしか深い眠りに落ちた。ハーゴン様、暗い闇の中に声が聞こえる。これは夢を見ているのだろうか。ハーゴン様、我らが主大神官ハーゴン様、憎きビルダーが各地でものづくりに手を染めております。しかし一方で世界の島々が壊れ消えていっている。我らには時間がないのでありませんか。お、島が消える。破壊神様はいつお目覚めになるのです。いつ我らを救済してくださるのです。指導君のことだよね。ハーゴン様、我らの祈りが届いていますか。どうかどうかお答えください。もしかしてハーゴン目覚めるとか。我ら約束の地で破壊神様とハーゴン様をお待ちします。ハーゴン様、どうかお早くお姿をお見せください。ハーゴンはロトの勇者の末裔たちが倒したんだよな。この幻の滅びの日の前に。はい、なんだ今のは夢か。幻、滅びの日。なぜ俺があんな夢を。だが夢にしちゃ妙に。はい。おい、感謝が呼びだぜ、起きろよ。もうでも食べ物も取り上げられちゃったな。ここに入れてどれくらい取ったんだ。あ、やばいね、 23% しかないんだけど。お腹やばくない。あ、おはようございます。カカカ、どうだった。懲罰房の夜は楽しかったか。うん、毒々しくて悪くなかったぜ。もう少し痛かったくらいだ。カーカカ、強がるな。昨日はあんなにうなされていたではないか。おっと、そうだ、懲罰房の凶暴な大木槌ってのはどこにいる。カカカ、そこの牢屋の中だ。興味があるなら先輩に挨拶してこい。自分たちがああならないようにな。じゃあちょっと会いに行ってみましょう。ほう、こいつが噂の大木槌やな。ずいぶん反抗的な目だ。あら、かわいい。見えますね。ガルル、ガルルルル。お、このハンマー使いたいな。そうなん、ちょっと手なずけましょうか。おー、かわいい。ガルル、ガル、ガル。やつらの話通り凶暴の大木槌だな。まともに話が通じないらしい。そいつは少しでも気に触らず何でもぶっ壊してもやがる。全くおとなしくハーゴン教団に入ればすぐに活躍できるってのにバカなやつだ。うん、あれだ、あの大木槌だ。いや、大木槌っていうのはそこにいる大木槌のことじゃない。大木槌の大木槌のことだ。なるほど、持ってるハンマーってことね。あいつが持ってる大木槌を奪えればお前の力で地下道を掘れるだろう。なに、奪うのはかわいそうだ。仲間にしようだと。ち、お前ならそう言うと思ってたぜ。ばあさんがくれた魔物の餌を使えば中身はできるかもしれない。だがこいつの牢にも鍵がかかってるんだ。簡単に連れ出せるとも思えないぜ。
嫌です嫌です。はーい、やばい、お腹がどんどんやばいんだけど。よし、じゃあ戻る。はい、あ、荷物来たー、よかったー。はい、畑に、はいはい。お腹空いてたんだよ、ちょっと食べないと。よし、ん、おいムーン、うん、あなたカーブか、なんだ、調べてみようぜ。もしかして荷物が入ってるとかそういう展開はないです。6207番、何をしてる、家庭高岡に近づくんじゃない。貴様まさか他人の家のタンスを漁ったり壺を壊して回るタイプの人間。ドキードラクエだと。もうほんとこういうの好き。めっちゃやるからな、ドラクエだと。まったく、どういう教育を受けているんだ。そこには懲罰房の鍵が入ってる、絶対に近づいてはいかん。お、やった、あ、どんどんちょっとことが運んでますね、トントン拍子に。はーい、近づくとまた怒られちゃうかな。はいはい、ひとくん待って、見ろよムーン、懲罰房は毎朝天候に集まる広場のすぐ近くにあるみたいだ。さっきの鍵があれば大木槌を連れ出して地下道を掘らせることができるかもしれない。大木槌に地下道、お前の牢屋から焼却場を抜けて外に出る道、使えそうなものはいろいろ出てきたな。ち、もう畑に戻っておくか。はーい、できればね、ここの囚人さんたちもみんな連れ出して一緒に逃げ出したいけど、できるのかなぁ。あ、おばあちゃんか。またこれ畑に戻んないと怒られるんじゃ。仕事してる、みんな。見かけに言わず、いやらしいんだな。まだ隠してよな、ぜひ僕にも。ふざけんなよ。実はエッチな方は俺が、やっぱり、うん、谷赤バーナーで物好きだね。でもさ、こういう状況にいるとさ、もう余裕なくなっちゃうね、人を気遣うね。俺は必ずさせてもらう。お、なんかいざとな、協力してくれそうだな、こやつら。いや、おばあちゃんのところ行こうかな。はい、おー、6207番6208番、あんたたち無事だったかい。囚人全員が懲罰ぼっかりだったよ。私たちのためにあんな過酷な場所に本当にすまなかったね。俺は別に貴様らをかばったわけじゃない、勘違いすんなよ。キッシシ、その控えめな態度も気に入ったぞえ。みんなあんたたちに感謝しておる。これは感謝の印さね、受け取っておくれ、はい、ああ、キャベツめっちゃ来た。監視長が畑であんたたちを待っておる。まずは戻ったことを報告してくるといい。報告が済んで好きがあったら私のところに来ておくれ。はーい、食べます。2つぐらい。さて、監視長、懲罰房で己を見つめられたか。暗くてじとじとしていて最高だっただろう。さて、狭い場所に何日もいて体も筋肉も衰えているはずだ。今日は軽めの構成で許してやろう。最近この辺りに雑草が多くてな、いまいましい風で緑が作られている。そこでダビルだよ、貴様に辺りの雑草を破壊させてやる。恵みの風への怒りを込めて壊すがよい。はーい、こういうことでしょ。あっ、布が作れるじゃん。ちょちょ、これはね、大事な作業ですよ、これは。よし、ちょっと待って、枯れ草もあるとベッドが作れるな。ちょっと枯れ草も一緒に取っとこう。よいしょよいしょ、これは大事です。よいしょ、ちょっと取れるだけ取っちゃおう。で、なんか余裕があったらね、ばあちゃんのところ来いって言ってたけど、あー、なんか出てるな、ポイントが。よし、
ょっとキノコも、キノコも取っときましょう。でさ、このキノコなんかいまいちね、使い道がよくわかんないんですよね。よいしょ。いてて。よし、オッケー。シドウくんも一緒に取ろうぜ、これ。草。お、22個も集まった。これあれかな、なんかベッドが作れそう。あと木材さえあればね。よし、だいぶたまったかな。うん、じゃあちょっとおばあちゃんのところ行きましょうか。もよく戻ったね。ちょぼつぼで大変な目にあったんだ。草刈りなんかサボりゃいいさ。あの時はあんたたちのおかげでみんな救われた。改めて礼を言うよ。キシシ、なんだか前向きなあんたたちを見てると脱獄も夢じゃない気がしてくるね。ん、地下道を掘ってもらうためにちょぼつぼの大木槌を仲間にしたい。ふむ、あの子に会ったかい。あの子は今でこそあなたが元をものづくりが大好きないい子でね、教団の構成の果てにああなっちまった。そうなんだ。え、だって親たちが仲間にして連れ出してやるだけだ。おいばあさん、あの魔物の絵さんもう一度出せよ。それがすまんね、あんたには多分が最後の一つでね。何だったら作り方教えやがれ。作り方を聞けばこいつが作る。キシシ、そうだった。ビルダーならここで集められる素材からでも魔物の絵さんをきっと作れる。魔物の餌は枯れ草と苦きのこフライパンに入れれば作れるぞえ。餌の素材は雑草をぶっ壊すふりをしながらここらで集めると良いじゃろう。さあ、まずは魔物の餌を作って私に見せてみ。あ、あ、ちょうどフライパンあんじゃん。おお、いいね。ちょうど持ってますよ。これと、これと、あとは、枯れ草。はい。できるぞ。あ、キャベツも料理したいな。焼きキャベツ。あ、生のキャベツも美味しいけどさ。よし、できた。お、5つも作った。キッシッシ、魔物の餌を作れたんだね。こいつはうまそうだぞえ。魔物にもよるが、魔物の中には倒すと起き上がって仲間になりたそうにこちらを見てくるのがおる。そんな可愛い魔物に魔物の餌を制限時間内に与えると仲間としてついてきてくれるぞえ。よし、これであのおけずちゃん仲間にできそうだな。だからどうやって連れ出して何、あ、だからどうやって連れ出して何をどうするか俺には全然わからないぞ。うん、ふさにもしうまく連れ出せてもその後どうするかも考えねばなるまい。大木槌がいなくなればすぐに看守どもが気づくであろう。どうにかして看守の目をごまかさねば。うん、ははは、ムーン、お前のその顔何か考えがあるんだな。え、でもなんか作るの？あ、レシピ。大木槌人形、京都の大木槌、かわいいんだけど。え、でも、作業台ないよ。どこで作るの？なんじゃっと、大木槌そっくりの人形を作って本物とすり替えるんじゃと？なるほどの。それならば、こっそり大木槌を連れ出し、地下道の壁を掘らせることができそうじゃ。なかなかいい考えじゃないか。だったら、まずは早速大木槌人形を作るがえ。あ、木箱に埋もれた仕立て台がある。あ、ほんと、やった。あ、本当だ、埋もれてた。気づかなかった。よし。じゃ、大木槌人形を作っちゃおう。鎖と、紐？紐か。ツタってどこでゲットできるかな。ツタ、紐。紐はどこだ、紐は。素材を集める。あ、あるじゃん、全然紐。よかったよかった、ツタがあるからそこから取りますか。よしよし、怪しまれないかな、この行動。どうせも登ってしまう。よいしょ。よし、大量大量。
よし。やもう20ぐらいあればいいかな。よし、じゃあ戻ろう。じゃあ、大木槌人形を作って、いや、なんか簡単な材料で作れるし、インテリアにもなるからいいかもね。大木槌人形、かわいい。よし、じゃあ作りましょう。お、作れそう。きたー、できた。え、ちょっと置いてみていいですか？どれぐらいの大きさなんだろう。あ、かわいいじゃん！かわいい、かわいい。じーって。後ろ向くとお顔が見える。かわいい。おー、これはかわいらしい。大きい槌人形作ったんだね。すぐにでも抱いて寝たいぞい。これで懲罰房の大きい槌を助けて、この人形とすり替えればいいんだな。そうさね。そして大きい槌に地下道を掘らせればいい。あとはどうやって懲罰房まで行くかか。おい、6207番、貴様そんなとこで何をやっている。ちょっとこっちに来い。ひえ。よし、じゃあちょっと今回はね、ここで終わりにしておこうと思います。さて、脱獄。え、もう監獄島に入って何パートぐらいやってんの？結構ね、長いパートですけど、楽しいですね。では、あと2パートぐらいでね、脱獄できるんでしょうか？気になるところです。ご視聴いただきありがとうございました。